6月14日ファブでは定休日を利用して社内ヘアコンテストが開催されました。参加者はスタイリストではなくアシスタントの皆さん。テーマである四季に沿って思い思いの感性でウィッグを形作っていきます。はい、じゃあ、表彰式を始めたいと思います。じゃあ早速ですが、最優秀賞村瀬賞お願いします。はい、じゃあ最優秀賞はテーマが秋の秋葉さん。接戦でしたが最優秀賞には津賀店の秋葉さん、優秀賞には千葉店の杉田さん、3位には新人アシスタントの鈴木くんが見事受賞。表彰された上位3名には惜しみない拍手が贈られました。頑張ってよかったです。こだわった点がいっぱいあって、まあ、頑張ってよかったです。はい、毎日遅くまでやってよかったです。優勝しました。はい、去年今年と、ウィークコンテストに参加させていただきまして、今年さらに若い皆様の、パワーを感じました。この力を、元にぜひ皆様でより一層のクオリティの高さ、技術の発展というのを気にして、皆様に喜ばれて、サロンを作っていただきたいと思います。本日はありがとうございました。おめでとうございます。はい、お疲れ様でした。ファブでも大切にしている努力は結果を裏切らないっていうのが、まあ、現れてたかなと思います。で、まあ、どれも、クオリティ高く楽しい一日を過ごせました。まあ、アシスタントも頼もしく思いましたので、また来年も楽しみにしたいと思います。